三、はいえー、月三十一日の三問に入る前にお伝えいたします今日が、えー、月末ということで、えー、現在の割引価格今日までとなっております、えー、明日になりますと、えー、値上げになっちゃいますので、えー、今から、えー、絶対合格したい 理解学習を実践していきたいという方は今日の夜中の12時ですねまでにお申し込みいただければと思います。では本日の内容に入っていきます。高層住居誘導地区は〇〇地域に定めることはできない。これはポイントの一つなんですけれども、その理由知っていますでしょうか まあ単に、えー、覚えるだけだと、これ忘れてしまうんですね。まあ、最近ね、えー、これ勉強された方だと、えー、どこで定めることができないのかっていうのは覚えているかもしれないんですけども、これちゃんと理解していないと、まあ、時間経っちゃうと忘れちゃうんですね。なので、きちんと理解しましょうってことなんですよ。で、これを少し理解しただけで、これ忘れにくくなるんですよ。で、こういった理解というものをたくさんのポイントで行うことができれば、どうなると思いますかこれ忘れることが少なくなって、たくさんのポイントが頭に残るっていうことなんですよ。 だから理解学習をしましょうって私はずっとお伝えしているんですね。で、まあ今回は特別に高層住居誘導地区は丸々地域に定めることはできない。この内容についてこの動画の最後でお知らせいたします。それでは3問に入ります。A は B の代理人として B 所有の土地について C と売買契約を締結したが A は無権代理人であった。その後 B が追認した場合 追認ししたたにに改めて正式に契約ととみなされそのかから効果が生じるマルカバツカという問題,ですえ問題考えたい方はこの動画の下の概要欄から問題文をご確認くださいえ答えはえどうなのかというとこの部分ですね追認した時に改めて正式に契約したものとみなされこの部分が誤りです本人が追認することで契約っていうのは 契約成立時ににって有効になるんで,す、ね、で、その効果、契約の効果っていうのは、本人に帰属します。つまり、追認した時に、この時から契約したとみなされるんじゃなくて、もともとこの無権代理人が契約した時ってもっと前ですよね。そこに遡って、その時点で契約したとみなされるんですよ。よって誤りということなんですね。 そして何度も受験している方え、勉強されている方っていうのは、もう答えは誤りってことはわかると思うんですよ。ただ、本人に効果が帰属する。これを理解できていない人って多いんですよね。これが何を意味するかっていうことです。こういった部分を理解しているかどうかが、え今後数ヶ月勉強した後に実力が上がる人と、勉強しても実力が上がらない人の違いなんですね。理解学習をすることで実力って上がるんですね。 そして、この実力が上がること、実感したくないですかえ次こそ合格するために理解学習を行いたいという方は、ぜひですね、個別指導をご検討ください。えこの下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。で、問いにですね、え宅券業者 A は、保証協会に加入したときは、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。丸か×かと。え答えは、 えー、2週間以内ではないですね。えー、誤りですね。罰です。えー、弁済業務保証金分担金は、保証協会に加入する前ですねに、えー、保証協会に納付しなければなりません。なので、2週間前ではなくて、加入する前が正しいです。ちなみに、保証協会にも既に加入していた、卓建業者が事務所を増設する場合、新しく作る場合ですね。その場合は、増設した日から2週間以内に分担金を納付すればいいんですけれども、 初めて保証協会に加入する場合は、加入する前です、ね、に納付しなければなりません。分担金の納付時期、異なってきますので注意しましょうで。こちらが保証協会の話で、こちらが営業保証金の話です。営業保証金の場合、新規で営業を開始する場合も、事務所を増設する場合も、どちらも営業開始前に営業保証金を供託して、その旨を免許権者に届け出なければなりません。 今、括弧一1から括弧四4まで解説いたしました。この4つは重要なので、きっちり頭に入れておきましょう。ここですね。1番、2番、3番、4番。この4つですね。しっかり頭に入れておきましょう。で、問い3です。土地区画整理組合が成立した場合において、施工地区内の宅地について、所有権、または借地権を有する者は全て組合員となるが、施工地区内の借家人は組合員とはならない。 丸かかという問題ですえ答え丸ですねえ。借家人は組合員とはなりません、まあ。借家人って建物を借りている人ですね。土地の所有者であったりとか借地権者っていうのはえ組合員になりますが、建物を借りている借家人については組合員にはなりません。でこれなぜかっていうと、そもそも土地区画整理事業っていうのは、まあ、ごちゃごちゃした土地をきれいに整理する事業なんですね。まあ、土地を工事する事業ってことですね。 土地を工事してきれいに整理するとつまり土地に関する事業なんですよ。建物っていうのは関係ないんですね。よって借家人は組合員とはなりません。 で、初めにもお伝えした通り、個別指導の現在の価格っていうのは今日までとなっております。今から理解学習を実践すれば、今年の合格も十分目指せますんで、今年絶対合格したいという方は、ぜひ個別指導、ご検討いただければと思います。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。で、はめにもお伝えした高層住居誘導地区の考え方ですね、こちらの動画、参考にしてみてください。理解学習実践して、今年絶対合格しましょう。レトスのオノでした。